当に面白いよ。香川に来てからちょこちょこうどん屋さん出てくるのよ。めっちゃ面白くて。我第一次看到有人吃乌龙会加柠檬。大きくない？量がめっちゃ多いんよ。香川県一つの特徴ね。丸亀うどん実はどこの会社？ここね、第二のお家だから。お兄さんにちょっと入れるところ。哪里？我们要出门喽！你要出来吗？在那里呢。啊，对的。いただきます。今めっちゃ急いで出かけてる。マオの準備がもう遅すぎる。もう1時間を待たされたな。お母さんの選曲。やばいやばい。よし。嗨，大家欢迎回到我的频道。お帰り。今ね、めっちゃ急いで向かってます。今天呢、ヒロキ要带我去吃他们这里香川当地最有名的美食。うどんです。うどんといえば香川。香川といえばうどん。そう、さぬきうどん、戦旗乌龙面、ほんまに超有名。もうどこ行ってもうどん屋もたくさんある。いやもうちょっと俺焦ってるよ。早く行かないと閉まるからさ。うん、今何時？もう1時20分。だいたいね、うどん屋はね、2時ぐらいでだいたい閉まったりするよ。知らんかったね。なんかレストランってもう夜まで空いてると思った。もうそんなことないで、香川に来たら初めて香川のうどん事情知りました。もうお昼だけ。もう有名なお店はだいたい昼とか昼過ぎまでしか開いてないからさ、ラーメン屋さんもさ、めっちゃ夜まで開いてるやん。うどんも麺なんやけど、なんか違うよね。違うんよ。昼の食べ物、昼の食べ物ちょうどいい量を仕込んで、そう、だいたい人数がこれぐらい来るだろうっていう予想をして、その分だけしか仕込んでないから、例えば売れない分を次の日まで売ったらもう美味しくなくなるから、店はもうそんなことしないよね。もう捨てるから、だからちょうどいい量作ってるよね。そうなんよ。いろんなとこね、うどん屋いつも適当に入ったりするんやけど、まあどこも大体美味しいから。店によってなんかちょっと違うみたいな。そう、店によってちょっとねこだわりがあったりするね。さぬきってのは昔の地名の呼び名やな。これさぬき地方って。じゃあ香川の中にさぬきのうどん特に有名とかなくて、じゃなくて高知だった土佐とか、なんかいろんな薩摩とかいろんなあるやん。日本ラーメン不是很有名吗？然后我就跟他聊嘛，他说他小时候其实没有吃过什么拉面，他都是吃乌冬长大的。9.5 割うどんやな。え、じゃあ初めてなんかラーメンいっぱい食べるようになったのか？大阪行ってからやな最初。18まで香川やったから。初めてこんなにラーメン食べてうどんと比べて。いやラーメン美味しいなって。でもやっぱりうどんを食べて育ったから、すごくうどんが恋しくなる。香川とか帰ったら本当にね。うどんめっちゃ食べたくなるし、面白い。もう毎日食べても大丈夫。家でも作ってた。お家でもたまに作ってた。本当に面白いよ。香川に来てからちょこちょこうどん屋さん出てくるのよ。めっちゃ面白くて。あ、那边就是一间乌龙面。さぬきうどん。そう、うどんも本場。人も本場。人も本場です。イエーイ。前面又是一间乌龙面店。美味しかったよ。ってことある？あるある、もちろん。这个就是香川的景色，我很喜欢。它就是基本上是平原，然后会有很多这种就是小小的山丘，都不高，很可爱，就有一种很怎么讲，很和平的感觉。然后路上啊，都有很多这种就是传统的日式房子。小山。マオに言われて俺も気づいた。結構小山あるなってちょっと。思うわ。そう、これはなんか香川の景色やなと思ったね。ああ、そっか。就是被绿色围绕，然后周围很多小丘陵这样。这就是我这几天所认识到的香川景色。またうどん屋さん出てきました。ここ。あ、ここ？ここです。我们就是要去这一家。お願い、拜托、塩はやうどん麺。まあチェーン店だからもう美味しいね。ぶっかけうどんは。ね、美味しくないと香川でチェーン作れないよな絶対。そうやな。結構みんなこれも入ってるよ。うどん入って。うどん。そしてうどん麺の日文。OK、到着。听不懂。到了。うどん屋到着しました。完到了。この奥もね。还有两座
停車場太人気了。見た目はもう普通に日本によくあるあのいっぱい駐車場ついてある物件屋のお店です。そうやな。ここに隠れてる。我找到他们藏起来的招牌。本日は終了いたしました。那如果他们真的面卖完的话呢，就会把这个招牌放到门口。店门口有这个给你洗手的地方。おでん、うどんはおでんと一緒に食べるんや。うどん屋は大体あのおでんもね、置いてる。でよくみんなセットで食べる人が多い。めっちゃでかいこの大根。わ、いいね、すごい。あとなんか節もある。这边还有冷的那个甜甜的豆皮，我很喜欢吃这个。うどんは他し、他们的乌龙面会从这边端给你。天ぷら。这边是天妇罗专区。天ぷらといつも食べてる。天ぷらも。売り切れてるな。売り切れてる。これめっちゃ美味しそうじゃない？そうやな。一個欲しい。本当に？うん。めっちゃでかい。めっちゃ美味しそう。炸牛棒、还有炸莲藕、后面是可乐饼。日币2120元。結構ちょっと高い。就是调味料专区，这个是欧蕾专用的味增酱。你呢？天ぷらとか温かい？いや、温かくないかも。温める？いつもどやで食べてる？いや、温めてる。一点多快两点了，已经过了那个午餐的高峰时间，它的那个天妇罗都已经有点冷掉了，然后它这边呢是有微波炉可以让我们加热。这个是天发丝，就是他们炸天妇罗的时候会多的那种炸的碎碎，当你吃的时候会有那个口感。这个是姜，我第一次看到有人吃乌龙面会加柠檬。这个是芝麻，超级大。量ちょっとびっくりした。量ね、大きくない？量がめっちゃ多いんよ。香川県一つの特徴ね、うどんの一玉がでかい。もう本当に大きい。だからこれね、中ね、二玉なんだけど、一玉も大きいよ。なんかいつもの大より大きいな。这个是有生鸡蛋的，これ半熟卵の、のがヒロキの。これ俺ね、我没有很喜欢吃蛋手蛋。这个乌龙面已经上面料加的。加到看不出这是一碗乌龙面了。よし、いただきます。いただきます。筷子、筷子、筷子。はい、食べ方教えてください。でもまあ、たくさん締めた。すだちがあったんよね。うどんですだちのイメージある。それをね、俺食べさせたかったんだけど、ちょっと変わってるね。よし、いただきます。かつお節入ってるのちょっとめっちゃ大事。あ、そう。うどん出てきたよ。それがもうぶっかけうどん。何でもぶっかけてるって感じね。出汁が少ない感じ。我们点的是冷的。夏の時さ、あと疲れてる時冷やすうどんめっちゃいい。めっちゃいいね、美味しいね。いきます。うん。こっちがある。うん。
コシがある。レモンいいね。本当にさっぱりで。レモンいい。かつお節の香りもなんか珍しくて。超好吃。よかった。肉もね。肉も美味しいやろ。肉も美味しい。うん、な食べやすい。前食べた時に肉も美味しくて美味しい。肉も結構大事。味に入ってるの。美味しくするコツはやっぱ天かすを程よく入れる。入れすぎてもダメ。入れすぎてもダメ。うん、そうだ。毎日食べれる。毎日食べれるんだ。味しんぼりやからね。そうなんだ。なんか飽きの来ない感じね。飽き来ない、マジ来ない。香川県の個人っていうのは味噌をつけて食べる文化があって、自分は香川県18歳まで香川県だったけど、それまではおでんって味噌をつけて食べるのが当たり前だと思ってたんですね。で、それから大阪行ったらみんなおでんってそのまま食べてるからすごくびっくりして、コンビニとかでもおでん売ってるけど、ファミリーマートとかにおでんコーナーの横に絶対味噌があるよ。面白い、それは特別。甘いそう、甘いんですよね。美味しい、香香甜甜濃濃的味道。めっちゃうまい。またレモン取ってきました。取り放題で最高やな、ほんまに。家の中もこういう揚げうどん食べる？こういうのは食べない。家で食べるうどんどんな？かけうどんとかざるうどん。え、じゃあよくなんかコンビニで焼きうどんもあるやん。あれってどうなん？本当に焼きうどん存在してる？もちろん存在してるけど、店では出てこない。昔のなんか日本全国糖尿病って一番多いのか。そうだわけ。なんでかって言うと、うどんって大体炭水化物や、うどんは。そのセットにまた大体ココプラついてるやん。油と炭水化物組み合わせ、最強に美味しいけど最強に体に悪い。うどんと天ぷらが美味しすぎるから、香川県民の健康要注意。そう、どうやった？お腹いっぱい、見て。うまい、もううどんがそんなところに。やばい、めっちゃお腹出てる。だしめっちゃ美味しいな。ちょっと甘くて。やばいやばい。これ何これ。よろしくないけど、肌触りが気持ちいい。やっぱり美味しかった。麺がやっぱちょっと違うね。県外のよそのものと、よそのものとちょっと違う。ちょっとやっぱコシがあって美味しいね。香川池のところのうどん屋さんってなんか麺店が結構多い。ラグラグとか丸亀製麺とか、香川って本当いろんなオーナーさんがいる。本当に店によってちょっと近かったり、こだわりが近かったりするのがなんかいいよね。1店舗しか食べてないけど、こだわりが違うから全然1店舗しか食べてないから、そのコメントちょっと違うんちゃう？チョイスが多いのがいいよね。そうそう、うどん屋さんね、これも案内したいんだけど、まだ全部ちょっとずつ味が違うから面白いよこれね。昔高校の時とかスポーツをしてて、俺も3玉ぐらいが限界でも、俺の先輩10玉食べたりするんですよ。やばくない？ハンマー投げの先輩ね。そうなんだ。あの時に毎日どんなトレーニング？1日10キロぐらいは走るから、めちゃくちゃダッシュするやつとかもあるから、すごい。めっちゃしんどい。早朝8時半ぐらいまで、あとは夕方4時から7時8時ぐらいまで、だいたい朝と夜も。毎日？毎日。疲れても勉強できないんじゃん。勉強もしないとついていけない高校だったから、もう頑張ってたよ。逆に寝たら先生怒って立たされたりして、その1時間ずっと立って授業を受けないといけないみたいな。それもやばい。ごちそうさまでした。やばい、サングラスかけてる。美味しいうどんいただきました。あと豆知識、日本のすごく有名なチェーンでうどん屋さんあるやん、丸亀うどん、香川に丸亀というチームがあるんですよ。でもね、丸亀うどん実はどこの会社？誰？兵庫県の会社。そうなんだよ。ちょっとずるいな。ずるい。丸亀っていうね、そういう地名をねうまく使って香川県の讃岐うどんだと皆さんが思うような感じで展開した。でもめっちゃ成功してるな。成功してる。
早めにまだ来てください、うん、お兄さんも、はい、お兄さんも一週間お世話になりました楽しかった本当にまだ近々今度台湾料理を作ります。楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、ありがとう。気をつけて帰ってください、はい、ここね第二のお家やからね。あ、ありがとうございつでも帰ってきたね、うん、そうや、うん、めっちゃ嬉しい。日本も帰れるうちが、そうそうそう、嬉しい。そうそう、うん、お兄さんにも言うとって帰れるとこが増えたんや、うん、喜ぶ、うん、いつでも住み込むかもしれないよ。もういつだったかもよ仕事するのよくある草刈りしてもらう。お兄さんも言うとってな、一緒にもう来たらええわ、うん、もう猫でも一緒に乗せてくれおやすみ、気をつけて帰るわ。気をつけて。